はい、今回はワンオクタカがです、ねえー、テレビについて、えー、語った内容が、えーまあ、衝撃的、えー、だったとっいうニュースがあったのでちょっとその件についてお話ししていきたいと思います。 基本的に、ね、このワンオーク・ロックっていうあのすごく有名なあの歌手ですが、えーまあえーまあ、あまり、ね、このようなことを言わない有名人とかこういった歌手は口にしない、まあ、そういった話あとは苦労、ね、とかっていうそういう話結構関心がリスナーさんもこれご存知の方がいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、あの話の内容と、まあ、ちょっと僕の思うところをお伝えしていきたいと思いますので今回はもうよろしくお願いいたします。 えまず、あのご,ご存知の方がいらっしゃると思うんですが、このワンオークタカがですね、まあ、テレビ、えー、あるいはメディアに関して言ったことの以前に、ですね、えー、まあそのワンオークタカに関してね、えー、ちょっと。えー、まあ 気になることからお話していきますこういった多分ま背景というかま家庭のことがあってのこのテレビについての内容なのかなとかって思うんですよまずねご存知の方がいらっしゃると思うんですがワンオクロックタカのですね父親がですね森新一なんですね母親が森ま子こっていうことこのワンオクロックのタカっていうのは 家族があの芸能界で活躍されてるんですよで、えーまあ、ここから話す話っていうのはちょっと、まあ、今からの話はわからないんですが。 やっぱり父親が森進一でね母親が森政子っていう、まあ、芸能界の大御所ということなんで、えー、ワンオクロックの、えー、タカはです、ね、やっぱ子供の頃から、まあ、その芸能界、あるいはメディア、テレビ、えー、そういったものを、えー、口にこそ、えー、しない、えー、いろんなものがあったんじゃないかと、えー、そういった憶測が出ます、そしてその憶測の延長線上から、えー、こういうことを考えていきます。 えー、ワンオクタカはですね、えー、芸能界一家に育ってるからこそ口にしない、えー、苦労が、えー、あるんじゃないかっていうそういう話ですねワンオクロックのタカっていうのはね非常に有名な、あのーまあ、音楽活動をし,してますねワンオクって言ってね、うんあのー、僕たまに聞くんですけどすげえいい歌だなとかって思うんですよで、えーまあ、父親と母親が、えーまあ、芸能界っていうのもありますしこのワンオクのタカもそうなんですがワンオクタカの弟もですねマイ,ファイマイファーストストーリーっていうバンドのボーカルをやってる、えー 方でヒロっていう方でこの方も音楽、えーまあ、その芸能の、えー、活動をされていらっしゃるということなんですね。で、この,あのワンオークロックの、えー、タカはですね、やはり、なん、まあ、だろうね、えー、それを口にはしなかったんですが、あの父親と母親、えーまあ、森進一と、えー、森政子がですね、えーまあ、テレビで、えーまあ、ずっと活動してきた、まあ、芸能人だったということを見て、 家庭内の中で、家族の中で見て、口にしない、あるいは口にできない苦労があったんだろうなと、子供の頃から思いました、このですねワンオクタカとですね佐藤健とあの映画監督の方が3人で何か話していたときに、このワンオクタカがですねすごいこと言ったんですね、こういう有名人がこういうことを言って、僕は結構すごいなとかって思うんですよ、まあ、僕らが言うのとはちょっと訳が違うんで、ねこの凄まじく影響力を持っている人が言う言葉の意味と、言葉のこう、 裏っていうかな、そういったことなんですが、何を言ったのかとったらワンオクタカがですね自分はあんまりテレビに出ない理由は、ですね子供の頃にテレビにアレルギー反応を持っていた、テレビに苦しい思い出があるということを言いました、やはり両親の影響を受けていて、さまざまなことを口にはできない苦労があったんじゃないかということを思います。あとですねこの ワンオクタカが、えー、まあ親友であるこの佐藤健に言ったんですが佐藤健はいつもまあ演じているということで、まあ、芸能人というのはいつどこで誰に見られるかわからないので、えー、まあそういったことを言ったと。 でそのですね最後というか話の落ち部分で言ったのがすごいことなんですがワンオクタカがですねテレビをあまり信用していないということを言ったんですね、これはどういう意味なのかって非常にこれ興味が深いところですね、僕らが言うのとこの影響力を持った方がこういう話をするってのは全く意味が違うんで,でこういう方たちがこの発言をするっていうことはテレビっていうものに関しての扱いっていうか見方っていう解釈が変わってくると、日本のテレビっていうのは一体何かっていうことを考えていきます。過去にこういった 話をしたことががあるんですが、えー、まあちょっとまた今回ね、このワンオクタカの話があるので、そこら辺からちょっと考えていきます。えー、ワンオクタカはテレビを信用し,していないと言いましたね。うん 僕もこのワンオクタカの発言と同じなんですよで、リスナー様には何回か言ったことがありまして、ちょっと今回は、ね、形をまた変えて迫っていこうかと思うんですが、テレビとかマスコミ、まあ、日本のテレビ、日本のメディアというのはです、ね、果たして本当に視聴者が知りたいことであったり、真実を伝えるのかという話なんですが、僕はそうは思いませんね。 例えばテレビの言うことは正しいと思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないんですがそんなことはなくじゃあ一体何なのかという話なんですねそのテレビっていうのはどういうつもりでそういった情報を流すかという話なんですがこれっていうのは語られることがないのかもしれないんですが非常にあの明白な明確な理由があります。 テレビは何を放送するのかというとスポンサーに利益になる情報を提供します決してテレビが真実を伝える視聴者に本当のことを教えるそんなことはありませんどこからかそういった話を思ったのかあるいはです、ね、戦後のアメリカ支配でそういったことになったのか分かりませんがもう一回言いますがテレビというのは真実を語るとは限りません テレビやマスコミっていうのは視聴者が本当に知りたいことを教えることはありません教えることもあるかもしれないですが教えることがないこともありますむしろ嘘をついていることが頻繁にあるんじゃないかとさえも思ったりますしますテレビは何をしているのかというとスポンサーに利益となる情報を提供していますそんなに難しいことではないです 日本のテレビというのはまたどうなっているのかという話なんですがこれというのも明確なる構造があります日本とアメリカの関係がありまして日本というのはアメリカに戦争で負けて以来、えー、まあ敗戦国ということになっているのでアメリカあるいはアメリカ CIA の、えー、まあ間接支配を受けているわけですねその際に,に日本というのはアメリカ CIA が 3S 政策というものを講じました 3S 政策の、えー、まあ内容というのは、まあ、スポーツ、えー、まあスクリーンと、えー、いうことです スポーツっていうのは、要するにまあ日本人が汗を流していればいいと、まあ、つまりあんまり余計なことを考えるなっていうアメリカの方針なんですよね。でスクリーンというのがこのテレビにえまあえ当たります、テレビでさまざまなことを報じて、日本人はテレビを見ていればいいと、でまあ男女の関係をしていればいいと。つまり アメリカの狙いは何かと言いますと日本人はテレビを見てスポーツをして汗を流して、えーまあ、あの男女の関係をして、えーまあ、もちろん仕事をしていればいいと、えー、逆に何を言っているのかというと政治とかに関して一時関心を持たないでいいっていうそういうことがこの 3S 政策の裏にあるんですよね。 いちいち何かを疑ってみたりね、ね例えばその先ほどのテレビの話、メディアの話じゃないですが、こういったことが出てるけど、実はこれ、嘘なんじゃないかとね、ねこういった例えば政治の話というのうう裏で全然違うプロパガンダが動いてるんじゃないかとか、そういうことをいちいちくまなく検証する人間というのをアメリカ CI は多分非常に嫌いますから、テレビでうまいことね、まあ、洗脳して、向かう先を用意して、そちらに大衆を誘導したい、それがおそらくアメリカ CI の狙いです。 テレビを使ってそういったことをしていた可能性があります3 s 政策もその一環であると思いますアメリカ c i の狙いはテレビを使ってあるいはマスコミマスメディアを使って日本人の多くをわからないところにわからないように誘導しているとでそんなことはできるのかっていう話なんですがそれができます アメリカ CIA が長年にかけて研究していたダビストック研究所の MK ウルトラ計画、この MK がマインドコントロールということが分かっていますが、人々のマインドコントロールをして、向かう先を用意して、そちらに向かわせる、そういったことをしていると。うん テレビっていうのは裏側にこういった方が隠れてるんですよねえ。おそらくこのようなことは言ってないですが、ワンオクタカもこういったことを分かっているんだと思います。だから、そういったことを踏まえて出る言葉っていうのはテレビはあまり信用しない方がいいってそういう話になると思うんですね。何もなくて突然テレビを信用しなくていいって,言って話になったら、え、なんでっていうことになると思うんですが、もちろんワンオクタカがどういうつもりで言ったのか分かりませんが、 何かしらあるとで、あるいは両親がね、子供の頃から芸能界でいたんでいろんなことを目にしていた口にこそしないけど苦労があるといったことからこういったことをワンオクタクは自分でですね、育つ家庭の中で思ったという可能性もあります。 有名歌手あるいは有名人であるこのワンオクのタカが、ね、このような発言をしたということはこれというのは結構あの社会にさまざ、あ、まなもの,の影響を及ぼすんじゃないかと思います、うん、あの無名な人が言っても声が届かないんですがこのワンオクのタカがこのようなことを言って、ね、テレビに対して疑問を問いかける投げかけるということであれば日本国民の、ねまあ、誰かが何か思われるそういった一つに何かになるんじゃないかと思ったので、まあ、ちょっと僕なりに今回は。 調べて思うところをお伝えさせていただきましたということで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました今回はここで失礼いたします